こんにちは、ルチカール店長です。よろしくお願いいたします。今回はですね、夏専用のボトムス選びというテーマでお届けしたいと思います。暑くなってきて夏本番を前に、男性の方がね、結構悩まれるのがパンツです。ショートパンツとかね、積極的に履かれる方は別として、例えば定番のデニムだったりとかチノパンあたりを履こうと思うと、暑さを感じる、汗ばんでベタつくような不快感を覚えるっていう方多いと思います。なので夏になるとね、涼しいパンツ、薄いパンツ、快適なパンツないかというお声をいただく機会が多いので、ちょっとね、何点かチョイスしたのでご紹介したいなと思います。夏専用ということなので、一番重要なところは素材です。今回は例えば黒で分かりにくいかもしれないですけども、シアサッカーです。コットンのシアサッカー、ドライタッチでポコポコしてる分、空気の流れが良くなるということですね。それと薄くて軽くてサラサラというのがシアサッカーの特徴です。これはもう古くから夏の専用素材として使われているものなので、それがだんだんと進化していっているというイメージです。今はね、もう全部ストレッチとかもしっかり効いているので、履きやすさはもうさらに上がっていると。そしてね、こう見ていただくと分かる通り、サイドにゴム入ってます。紐で締まる、こういうタイプが非常に人気なので、いろんなブランドから出ています。こちらジョルディーズというブランドなんですが、当店がずっとね、もう10年以上イタリアへ行って直接向こうでオーダーしてくるブランドなので、今回はこういう状況なのでリモートでコレクションの様子を見させてもらって、そこからチョイスしてオーダーしたという感じなんですが、ジョルディーズの社長さんから非常におすすめをいただいたパンツ、本当に良かった。むちゃくちゃいい素材です。シルエットもね、この膝下結構細めにキュッとテーパードしてて、ワンプリーツながらダブつくことなく綺麗なシルエット、何より素材です。無地のシアサッカーなんですが、あまりに良かったので、今回同じ素材でシアサッカーらしいこういうストライプもピックアップしてます。もうね、ふわふわでサラサラで、これはね、横伸び、そして縦伸び、全方向に伸びる上に素材感がむちゃくちゃいい。もちろんシワにもならないので履いていてすごく快適。通常ね、シアサッカーって結構張り腰感があってカサカサした感じが多いと思うんですが、これはね、トロンと柔らかいんですよ。なのに肌触りがすごくドライで、夏のおすすめパンツです。はい、といった具合でまずシアサッカー。もう一つ夏の素材として忘れてはならないのがリネンです。こちらはベルウィッチ、最近人気ですね。ちょっと太めですが、大人の方が上品にきれいめに履けるシルエットということで人気になってます。そのベルウィッチからリネン100パー、結構洗い込んでね、くったり柔らかな感じに、やっぱりゴムです。ゴムに紐という形ですね。ちょっと太いパンツっていうのは抵抗ある方まだまだいらっしゃると思うんですが、夏は意外と取り入れられます。僕自身もあまり太いパンツって履かないです。その中でもこういったタイプ、夏限定でちょっとリラックスムードを出したい、で上もシャツとか着ない、ニット着たり T シャツにちょっとカーディガン羽織ったりとかいう形に着る時には、こういうゆるさが非常に洒落て見えるし、なおかつピタッとしてない分涼しいっていうことで、普段太めのパンツを履かれない方でも夏だったら抵抗なくいけるんじゃないかなということで一つチョイスしました。PT トリノから定番のスーパースリムフィット、普通のきれいめドレスパンツ型で超極薄のコットンポプリン。これは PT トリノでは、まあ、PT ゼロウーノの時代からずっと毎年夏になると出てくる素材です。 PT が取り扱っているコットンの中で一番薄い、そして伸縮性もすごくあるということで、これはね、本当に6月中旬7月にかけて一気に動き出す、そういうイメージのあるお素材です。はい、普通にジャケット着てシャツベルトっていう形にも対応してくれるので、意外と長く使っていただける定番型です。お仕事にもね、使えますし、もちろん休日にも使っていただく汎用性の高い形かなと思って一つ入れてます。でね、こうやって見ていただくと本当に今のトレンドがよくわかるというか、4本中3本はウエストゴム、紐付きのリラックス系です。で、一つだけがちょっとドレスっぽい、これが今まさにパンツの市場の割合って感じです。夏は本当にちょっとリラックスして履きたい方が多いから、余計にそういう比率になるかなと思うんですが、あとは T シャツ着たりポロシャツ着たりニットティー着たりと、だいたいこの辺のアイテムはタックアウトして着る場合が多いので、ベルトのね、バックル部分がウエストで
モコッとなってかっこ悪いなって思ってる方多いんですよ。でもゴムと紐だったらベルトしなくていいのでウエスト周りがすっきりするということもあって、春夏は特にこういったゴムと紐のリラックスパンツが主流になってくるんだろうなと思っております。これを、まあ、例によってシャツジャケットだったりシャツ位置だったりという形でざっと着回してみたいと思いますので、最後までご覧いただけたらなと思います。はい、まずはジョルディーズのねシアサッカーのストライプ系のパンツです。ストライプって言ってもねほぼほぼ無地ですよね。よっぽど近寄らないとわからないぐらいかなと思います。ワンプリーツ、ウエストゴム、そこまでゆとりないですよね。膝下はギュッと細め、しかも折り曲げてない状態ですね。これでこの丈感です。でね、本当に柔らかくてすごい伸縮性ですしね、何よりシルエットが綺麗です。はい、このパンツに対して定番のクルチャーニのカッタウェイのカノコのポロシャツ、ちょっと襟が高くてね男らしいデザインです。これにシャツジャケットを着てみたいと思います。はい、こんな感じですね。プライというブランドのシャツジャケットですが、もちろん裏地そのものがついてないので完全なシャツ仕立て。夏場は半袖に袖裏付きのジャケットを着るとね、どうしてもベタベタしてねちょっと不快な感じがするんですが、シャツジャケットだったらシャツ着てるような感じと同じです。それでテーラード型のきれいめなジャケットスタイル完成します。半袖のカノコ、薄いシャツ生地のジャケット、シアサッカーのパンツという夏でもテーラードスタイルをできる最強に涼しい組み合わせかなと思います。はい、続きましては、PT トリノの一番薄いコットンポプリン、ものすごい伸縮性、ビヨンビヨンですね。ジャージのパンツ履いてるぐらいの伸びがあるので、このスーパースリムフィットという細身のパンツなんですが、全然ストレスなく履き心地もいいですね。しかもねもうペラペラなんで暑いなっていう感じがないと思います。はい、それにトップス、今季ねオリーブ系のニットを非常に推してるので、賛同してくださったお客様本当にありがとうございます。こんな感じで普段ね白黒紺あたりばっかりを着てる方、こういう色目にすると新鮮かなと思います。そしてブラウン系ベージュ系で合わせていますので、シューズはスウェードのブラウンを履いております。これにまたシャツジャケットを合わせてみたいと思います。はい、夏場にねジャケットを着ようかなってなると、薄手のニットジャケットかこういったシャツジャケットあたりが一番活躍するかなと思います。本当にね袖裏とかも何もないのでシャツを羽織ってるのと同じ感覚です。それほど暑くない。なのにやっぱテーラード襟でちゃんとジャケットの形をしてるので見た目にも非常に上品、そしてこの軽さがね周りにも伝わるので、そんなに暑苦しいイメージもないと思います。こういったねストライプも単体でお店でね見てる分にはちょっと派手かなと思うんですが、こう合わせてみると意外と派手でもなく収まりもいいかなと思います。はい、続きましては、ベルウィッチですね。ベルウィッチのサケジムというウエストゴムのワンプリーツ、ちょっとここら辺はゆとりがあって膝下がキュッとテーパードしているタイプです。どうでしょうかね、カジュアルに着るんだったらこれぐらいの太さあっても意外と履けるかなと思います。ポイントはねやっぱ裾幅が狭いことです。大人の男性でもうワイドでズボンっていうのはおしゃれなんですけど履きづらい、こんな感じのものをちょっと短めの丈とかで合わせていただくと意外とすんなり履けるかなと思います。そして上はジャンネットのリネン100パベージュ、これがね優しくていい色ですね。こんなリネンシャツを、まあ、袖まくりしてもらってね気軽な感じで着ていただくシャツ位置のスタイル、夏場はね重宝すると思います。であとよくリネンにリネンっていうのはどうなのっていう声もあるんですが、全然問題ないと思います。同じ素材感で合わせるのは非常にかっこいいですし、まあ、涼しくていいですね。そして足元はリビエラのちょっとカジュアルに履けるこんなスリッポンを合わせてます。こんな感じで合わせていただくと夏のシャツ位置スタイルもちょっとこなれ感が出て、リネンはね非常に大人な感じが出せると思うのでおすすめです。はい、最後はねブラックです。一番最初にご紹介したジョルディーズのシアサッカーのブラック履いてみました。上は
ジジのノーカラーのシャツですね。ここからボタンで開くんですが、一応かぶるタイプです。でシューズが夏なんでね、サンダルご用意しました。こんなちょっとね厚底のタイプ、今時でいいかなと思います。で珍しく真っ黒です。基本的に黒ずくみというスタイルを自分であんまりしないので、夏の真っ黒、上から下まで黒いスタイルってのはどうなんですかという声をいただくので今回着てみました。はい、夏に黒ずくみの格好は全然いいんですが、一つポイントが素材感ですね。今回これはシワサッカーを使ってます。これがリネンだったりシャツも同じことです。リネンのシャツだったり、こういったちょっとねこれジャガードになってるんですが、変化を持たせるベタ黒じゃなくて、ここもねちょっと洗い込んで、同じ黒でもこれはグレイッシュに見えますし、これは真っ黒に見える、そんな感じで合わせていただくと夏場でもそんなに暑苦しくない。しかもこれはねノーカラーなので余計にそんな感じです。こんなのも同じように袖まくりしていただいて着ていただいてもいいかなと思います。であとは肌を見せてるサンダルっていうことで、これもちょっと涼しげな印象を与えると思います。上から下全部黒で統一しても、素材感だったりとか形によっては暑苦しさはないですし、着ている本人も涼しく着られるなと思います。はい、というわけで今回は夏専用のパンツ選びというテーマでお話しさせていただきました。正直言うとね、パンツもオールシーズン使っていただけるものが、まあ、一番お財布にも優しいし、着回しを効くものを1本2本用意しておくのが一番いいんですが、夏ねどうしても暑いです。これはねもう本当贅沢かもしれませんが、真夏用の1本、これは履いたら手放せなくなると思います。カジュアルに履けるパンツという意味では、今回ご紹介したようなラインナップが一番汎用性が高くて使っていただけるかと思います。何かしらコーディネートの参考にしていただけたら幸いです。今回も長い時間ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。